はい、どうもー。おかしいなと思ってね。道歩いてたらね、おかしいな。首が今日たるんでるな。なんでやろう、なんでこんな俺首筋たるんでるんやろ思ったら、首筋が牛筋でした。嘘です。ワイワイと申します。よろしくお願いします。いやー、もう前回は前回でね、今回でまあ、何回目なんですか？ 20 回目ぐらいですかね、いよいよ。おー、だいぶ長くこと続いてきましたけど、おー、前回はね、シュートシティというところに行きまして、そしてシュートシティのもうシュートジムでこのスターティングメンバーで戦うんだみたいなことを言ったと思うんですね。まあ、あの部分のことに関してのね、コメントというか、良かったですみたいなね、そういうありがたいコメントもまあありましたけれども、残念ながら本日はジム戦ではないということでね。まあ、普通はね、ここであのジム戦にファッと行くと、でガピシッと買って、はい、しまいというのが、それができるならば、20も続いてないんですけれどもね。今回は、いつもの例のごとくですね、レベル上げということになりますですね。スターティングメンバーを、レベル一定のところまで上げるっていうね、鳥貴族とか若いですから、なんですが、どうやらそれだけじゃ済まないと言いますかね。なんか新しいポケモンが現れたりとかしちゃうんですね。そして何より今回動画の後半なんかな、途中ぐらいなんかな、初めてですね、10年ぐらい実況をしてきまして、初めて、ワイワイのおかんが出てくるということでね。写真でということで、顔もちろんね、顔は隠してますけど、おかんとの私との掛け合いといいますか、そういったところもね、ぜひご覧いただければなというふうに思います。それではいきましょう。本日はもうか関西弁で、いきたいと思います。いきましょう。いきますよ。ポケモンゲットですね。よい、よいしょ。さあ、ということで始まりました。本日もおっさんソードでございますね。前回はこのジムのね、中が出したでしょうかね。から、これで我々はなんとかシャスでみたいなこと言うてね、終わったと思いますけれども、そうなんですね。前回私最後にですね、メンバーをお伝えしたかと思います。これボックス5に入れておりますけれども、1個目のジムバッチから8個目のジムバッチまでね、総勢8匹、さらにはカエルと田中さんを出して10匹いますね。で、これ以外にももちろんね、私が捕まえた、そして今までね、非常にこう、トゲカワさんとかもそうですしね、フグ下くんとかももちろんそうですし、ゴミさんとかね、テテグチさんとか、こういったおなじみのメンバーももちろん手伝ってもらいながらね、行けるならば行きたいなと。2軍って言ったら失礼ですけれども、サポーターという形でね、ここにも並べております。しかしながら、今回ではですね、とにかく田中さん含め、このカエルから田中さんまで全部のこのポケモンをですね、一旦同じぐらいのレベルまで上げようじゃないかと。一応ですね、目処としては50ぐらい。やっぱ鳥貴とかね、全然進化もしてませんから、ここを50ぐらいまで持っていくっていうのはでかいんじゃないか。で、戦っていく途中でね、あ、これにはこれがいいな、そういう風にこうグーにはこうチョキを出していく、チョキちゃんはパー出していくみたいなね、そういう風なことができればいう風に思ってますんで、早速レベル上げをしてまいりたいなと思っております。いや、久々やね、鳥貴お帰り。これね、鳥貴もね、育ててっていうね、コメント多かったんですね。これ私言わなかったですからね。いや、いつかは使うんですよなんていうね、話をそこでしたら、ちょっと布石としてはね、味が効かないということで、まずはこうかな。これで、田中さんを先頭にして、田中さんが主になってレベル50ぐらいまでなんとか持っていければという感じでしょうかね。じゃあ今回もまたワイルドエリアの方行ってみますか。アイテムも落ちてますしね、ワイルドエリアのちょっと強いやつら倒しながらね、田中さんやったら倒してくれると思いますから。もう雨とか雪とかばっかり、もうずっと天候悪いねんな。おー、すごいのばさんや、すごいの。わお、わお、すごいの。ありがとう。もうちょっと深めに帽子かぶりや、帽子の意味なくなるからな、深いのおばちゃん。これね、めめ玄米か、めめ玄米か、なんかシーになったからなんや思った。ちなみにめめ玄米っていう言葉って俺最近気づいてんけど、あれやねんで、どの曲でもめめ玄米って合うねん。知ってた？どういうことかあんまよく分からへんやろ。何が言えろ。ポケモンセンターの曲とかでやったら分かりやすいかな。パパパパンパンパパパンってあれやん。あれをめめ玄米で歌ってみるで。ちょっと倍速かなんかにして聞いといて。めめげんまい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 めめ
げんまいめめげんまいげんめめげんまいめめげんまい。ほらな、最後めめげんまい終わったらちゃんとこれやねん。でさ、なんちゃん何の曲でもこうなん、なんやどんぐりころころ、めめげんまいめめげんまいめやろ、めげんまいめ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 めげんまい。ほらちゃんと終わるやろ、めめげんまいで。せせせ終わらんなってんねんって、多分曲って。さくらんぼとかやったら、愛し合うめめげんまい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 。ほらそれ言い出したら何でもできるやんって思うやろみんな。違うね違うね。じゃあ田中さんにしようか。田中さん同じ5文字やろ。じゃあ田中さんの どんぐりころころにしようか。田中さん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 田中。ほらな、合わへんやろ、合わへん。これちょっと自由研究してほしいな。冬休みの自由研究、あまりにも自由すぎる自由研究やけどね、ちょっと。っていうかさ、さらっとその P500R の進化系と勝負してるんだけれども、そのまあ知っちゃってるってことでいいかな。もう大井さんはもうそれ実は知っちゃってるってことでいいかな。じゃあなんかもうこいつの体とかすごない、こういうアーケードゲームない。なんかパッパッパッパンって男の子さ、なんかラウンド1とか行ったらパッ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 ってこう押してるやつ。よし、ちょっと僕呼んでるわ。このブストバスと勝負して、で、あのこっちにマナ娘を出します。エスパーってことで格闘に刺さるんで、このマナ娘と取り木で、あ、久しぶりだな、かわいい。見て、耳が一回前行ってホースやったらあかんみたいに下に行ってんねん。あら見て、あ、ここは上腕二頭筋なんかもな。マナ娘の再起光線バーン、あかん、ほらもうなんでこんな、なんかなかなか攻撃、耐えろ。でも、まあ効果は今一つのようだって言われて、そんだけゲージを減らした効果は今一つのようだって言われて、もうまるでバカにされてる気持ちよね、こっちも。いやもうそれでも再起光線やん、マナ娘の再起光線やん、ピューンバーン。これ混乱するから絶対、ピヨピヨピヨ、はい混乱した今、僕のストバスカゴピ混乱した、ピヨピヨ、ほらあっかん、こっちで押し切れるか思てんけど、思い込ましたら思たんやけどな。鳥貴族、鳥貴族、うわー久々に見たな鳥貴族。うわこれブルーマン対決や、これドリルくちばし、うだードリルくちばしってことはもう本体からもうグーいってるからね、ほんまにグリ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 、本体がビヤー回ってるからもうすごいんやから。2,3 日めまいすんねん、あれやった後。なんやこれ、何や、ものすごい動き回るなんかいる。ちょっと待って、もうあんた俺見た初めて、今まで生きてきて俺初めて見たわこれ。31年の生涯で、ほらほらほら、これ何これ、なんだか電気か、あ、ロトムやんこれ。え、言うてたやつですやん前回それ。よし、じゃあ久しぶりに登場してもらおう、こういう時こそ行け総務部。うわかわいい、見てほらちょっと多めのお団子さんにしか見えへん。あーやるね、これもう全員一丸となって、これあれ ゲッチュしにかからなあかんから。ゲッチュしにかかるってね、出会い頭ダン。よっしゃもうええ帰れ、もう帰れ孫部。じゃあ行け、帰る、うわ帰る、久々見てほら 4K で見たいだ、 4K で見たいお前を。ハイドロカノン追ってみる、必殺技みたいだ、水の大砲を相手に発射するハイドロカノン、行け帰るの、ハイドロカノン、ナバー、何してんねんガエル、お前さなあ、そういうとこはほんまに変わってへんわ、昔の方が良かった、いつまででも言うたら昔の方が良かった、お前は。
ちょっともう出てこへんもん、あいつ。うわ、嘘やん。伝説のポケモンとかそういう類のあれじゃないやんな。そんななんか頻度でしか出てこへんとかそんなんないよな、あいつ。嘘やん、ちょっと待ってや。伝説のポケモン俺 一撃必殺で殺してもらうってことじゃ。絶対いるって。大丈夫大丈夫、何回か見たら絶対おるって。まず伝説のポケモンがいるわけないやん、こんなとこに。おった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 。えぐり込め、えぐり込め。あなた、これちゃう。違う。副部長のシャドーボール。おーんでよーバーン。ほら、絶対避けれるもん。絶対避けれる。ゴルフのヘビーもそれ効果ないで。それ効果ないね、副部長。ほら、全く効果ない。ゲージがおかしになってるだけで、ゲージを減らしただけ。全然効いてないから、これ。バーン。わーお。58に勝っちゃうもんな。58のゲルググに勝っちゃうねんで、こっち。その時点でもう、あげんでもええかもっていうレベルやねんな。よし、出た当たる。よっしゃ、来た。これや。これ音も。俺、家電、何入れようかな。なんの。あんな早い動き回ってんのに。せやな、俺やったら何入れるやろな。掃除機かな。俺、掃除機に入れて、あれしてほしいねん。俺、煉獄って火傷にするよな。やけどにして当たったらやるけどね。ここ確率は 50% やけど。よし、ナイス。これでやけどにしたら持続的にダメージ入るから全然違う。ほらで、シャドーボールいってもええんじゃない。シャドーボールぐらいやったら全然大丈夫やと思う。俺やろ、バーン。うわ、効くやん効くやん。おお、副部長のシャドーボールをここでもう一発叩き込んどいて OK。 なんでやねん。ああ、もうまた探さなあかんやないか。パカポボーおお、あれ俺やで。おお、ほら、あれ俺やってみ。じゃあできへんやろ、みんな絶対できへんっていうか、できてもせえへんやろ。それを可能にしたのが俺やねん。あの時大変やったな、5年前ぐらいかな。あれ任天堂にお願いされた。任天堂に行ってんどう言うてな。え、おっさんぽやろ。はい、見つけた。お前よ、これはナイス。この後が地獄やけど、これは絶対捕まえる。ちょ、副部長頼むぞ。雨が降ってんねんから、もうさ、煉獄でさ、何やねん、身が悪いって。なんか勝手に、なんか出てきた。何あれ。え、掘ってみる。これで掘ってみよう。ハイパーボール、いやー、え、あれを捕まえるってことなの、これ。え、捕まえられるんじゃん。うわ、困った。あれ、ちょっと待って、捕まえられてんけど。ロトも捕まえたらちゃんと。ほんまやろな、身代わりって言うとったぞ、あいつは。ドキンちゃん、ホットドッグが好き。あ、ドキンちゃんやん、これ。え、ていうか、ドキンちゃんやん、これ。プラズマポケモン、ある少年の発明からロトムを生かしたいろいろな機械が作られ始めたのだ。電気とゴーステって、あ、え、でも、うん、ドキンちゃんやけどな。お父さん。ちょっと待って、手持ちに聞こえって言っちゃった。お父さん申し訳ないんだけど、これなんかカタログかなんか見せたお父さん頑張るっていう話してたから、ちょっと一回もうどっちみち帰るけど、副部長変えて戦闘で上げてみようか、ギフト券。おっしゃ、じゃあ上げてみるよ。バッグの大切なものやったと思うねんな、これや。ロトムカタログ、これを使うお父さんや。うわめっちゃあるやん。どうないしようかな。でもこれってアリツをじゃあ捕まえれば捕まえるだけゲットできるってことなのかな。今一番俺欲しいの何やろって言ったら、やっぱ扇風機じゃないよな。冷蔵庫かな。冷蔵庫買い替えたいっていう気持ちもあんねんけどな。電子レンジとか冷蔵庫は買い替えたいけどな。まあでも電球ちゃう、俺今一番欲しい電球ちゃうかなと思うんだけど。なんやねん、使っても効果ないよって。ボケ、どういうことやねん、使っても効果ないよって。冷蔵庫やん。なんで冷蔵庫はええねん、ほんだら。どういうことやねん。お父さんは別の姿に。お父さんは新しく。お父さん強いな、おい。何これ、身代わり。自分の HP を少し削って分身を出す。分身は自分の身代わりになる。何の意味があんねんやろ。てか、お父さんめっちゃ強ない？パラメめっちゃ高い。トリック、相手の隙をついて自分と相手の持ち物を交換する。まばゆい電撃で、あ、これはまあ放電やね。騒ぐ。まあどうやろうね、どれとってもとにかく強いって感じはすんねんけど。え、こんなんさ、めっちゃ強ない？え、これほんなくならへんやろ、カタログ。
もうあいつ捕まえまくったったらええんちゃう。もういいわ、ほんだら。あいつらおるだけで夢の生活できるってことやな、じゃあ。ええー、な、それは。あなたちゃん、あなたちゃん。あ、違うやつだった。もう最悪や。あ、お父さん初めてや、ほら。お父さん、初めて。お父さん。ほんまに戦えるか、お父さん、それ。あ、吹雪効果抜群やって。吹雪いてみる、一回。お父さんの吹雪。なんでやねん。来た！おっしゃ、もう一匹。もう一匹のドキンちゃんを、こいつ、電気が無理とか、無理じゃないとか、それはどこで決めたらええの、俺は。あ、また身代わり現れたんやけど。お父さん放電やな。この場合どうなんの？バン。あ、食らわへんねんや。めっちゃ強い、めっちゃ強いっていうか、これ、相手がさ、何やったっけ、大きくなった時あるやん。ダイマックスした時にこれ身代わり出したらめちゃめちゃええんちゃう、ほんだ。絶対捕まえられるやん、ほんとこいつ。身代わった意味ないやん。まあ、2匹目やねんけど、お父さんって来たからね、やっぱ次はお父よんや。お父よん手持ちに帰るよ。どん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 これ侵食されていくぞ、俺の手持ちが。お父よんは、お父よん電球は、あ、これもしかしてもともと電球ってこと。では次何欲しいかって言われたらね、やっぱ洗濯機か電子レンジやけどな。これなんか戦ったことあるやつやと思うねんな。やったらちょっと季節外れやけど扇風機にしようかな。どう、おとよん。うわ、おとよん、それ扇風機ちゃうんちゃうかな。多分ちゃうで、おとよん、それ。おっしゃ、ほんでもどんどん捕まえよう。家具揃えよう、家具。はい、捕まえた。3匹目、まあ、おとさん、おとよんって来てるからな。オトム。オトム限定に戻って一回これ聞こえるよ。もちろんやん、すやん。次何買おうかな。じゃあオトムは、まあでも今ちょうど氷状態にあるっていうのも関係してきて、芝刈り機なんてどう。キュン、おー、芝刈り機になった。あ、これ戦ったことあるかも俺。おっしゃ、来た、4体目や。今日はおじさん電子レンジ買うぞ。はい、4体目。まあこれも、それはもちろんニックネームはつけるよ。お父さん、お父やん、おとむって来てるから、おとむ1 次おとむ2、おとむ3ってこう、それすすいでいくから。それでよっしゃ、これで5体目か。いよいよこれラストってこと。じゃあ OK、 これでついに揃いましたね、5体。これはね、電子レンジにするから、まあお父さん、お父よ、まあ最後最終的にはおともワン来てるから、昔の虫。これはこうちょっとちゃうねん。ごめんみんな、これ一緒に見たやろ。見た、ちょっとちゃうねん。これ昔の虫やねん、これは。昔の虫は、オッケーオッケー。こうおともワンは電球のままやとしたら、昔の虫を電子レンジにして、これでほら揃ってん、ほら、田中 with マイホームっていうチーム、これ。この昔の虫どうですか、ほら皆さんどうですかっていう感じの手してんだよ。これ一人一人ちょっと手ちゃうねんで、これが多分電気なんやよね。もともとは電気やからあんなに速かったと。これはなんか乗り物になって使えそうな気もするしね。まあ俺お父さんが好きかな。でもやっぱ冷蔵庫の形が一番愛嬌があるというか、いい感じしますけれどもね。いや、ええな、いつまでも楽しみがなくなりませんね、お姉さんね。どうですか、お姉さんも僕と楽しみのなくならない生活しませんか、お姉さん。お姉さんも僕の人生に据え置きませんか。ダメですか。あ、そうですか。でもまたいつでも言うてくださいね、お姉さん。ええな、いつ見てもええな。最初に見た時から最後に見る時までええなって思うの多分あの人やで。あの人と24ぐらいで。で、危うく本末転倒になりかけましたが、まだ一旦これでちょっとドラゴン変えて、これで行ってみましょうか。多分ね、トリキが進化するのはもう目に見えて分かってんのよね。副部長も多分進化すると思うのよ。そこまではまあこいつら支えていって、総務部レベル50で変えてもいいか、進化せんと思うからね。もう一個やってみたいパーティーで言うとさ、お父さんパーティーっていうのもあんねんけどさ、鍋パーティーしたいねんな。あ、総務部レベル50だった。鍋、お、総務部インファイト覚えたやんて。え、何それ、こってことのインファイトやったの今までも。120、守りを捨てて相手の懐に突撃する。自分の防御と特防が下がる。ほう、
これは出会い頭でしょう。じゃあ、うわマジか。総務部レベル、やっぱレベル50まで育ててみるもんやね。え、言うてたら取引来た。おや、取引族の様子が。280円、ペンペン、280円、安い。ってそんな画面見切れてまで、って。これはもう皆さんご存知でしょうね。カラスポケモン、ガラル地方の空では敵なし。黒光りする鋼の姿は相手を威圧し恐れさせる。このポケモンね、非常に強いらしいですね。なぜならタイプが飛行と鋼ということでですね、これ飛行と鋼ってまあ弱点が少ないんですけれども、鋼の翼も覚えんにゃ。ほんで、それはどっちの技に入んやろ。鋼の技に入んのかな。一応こいつはね、あれらしいですよ、強ポケというのかな、強いポケモンの一種らしいですよ。あ、また取引レベル上がったな。いやー、なんかね、副部長がね進化せえへんのよね。レベルがよっぽど高いんか、総務部も進化してないしな。50やけど、え、これ待って、もしかしてさ、これなんか意思とかそういうなんじゃない。これそれの場合は見とかなあかんね。いちいち全員見とかへんかったこれまずいな。種類順にしてから、ここらへんか、使えません、使え、ほらー。え、待って、他のやつ見ていい。これ炎の石じゃないの。あれ違うんか。なんか2種類進化するやつとかもいるらしいね。とにかく闇の石で進化するな。よっしゃ、じゃあやってもらいましょう。副部長、進化お願いします。いやー、ずいぶん長いことかかりましたからね、その分楽しみですよ。おやおやおや、副部長の様子が。な、XJAPAN の YOSHIKI にしか見えへん。すごいやろ、もう鼻から釣られる気ないやろ、この副部長。シャンデラやって、イザナイポケ、かっこええな。古びた洋館に住み着く腕の炎を、怪しくかな、怪しく揺らし相手を催眠にかけるぞ。おこれスリックーも進化するんちゃうか思うねんけどな。これスリックーも石じゃないかなっていう気してんねんな。マナ娘も進化する可能性はマレゾンなんよな。一応見てみてるけど、オッケー、これで全員石チェックオッケーやね。まあ基本的にはね、あ、また来たわ。進化しようとしまいとね、レベル50ぐらいでも終わりにはする予定やねんけどね。まあ一応レベル50でも進化しひんやつはいるらしいんだけどね。レベル60とかじゃないと進化しないみたいなやつもいるらしいんだけど。え、早速スリック、スリックってレベル何倍やった？あれ？俺パーティーから抜いたと思ってんけどな。あ、でも楽しみ。愛持って育てたから。うわ、ベトベトなってしもた。ちょっと待って。どうしよう。なんか風呂入れてみたいになってしもた。やっぱり俺育ち方間違ってんだよな、なんか。ドラゴンポケモンやで。トレーナーの指示が理解できずにキョトンとすることがたまにあり、その様子が可愛いと人気。いや、可愛いない、可愛いない。あ、なんか技覚えない。あ、こうやって、あ、水なん、一応。1、2のポカン。うん。グードラって名前に変わってるやん、ほんで。もうお前、いちいち名前変えるのはもうベトベトでええか、お前もう。まあ、全然違う話するで、今からもう豊かではな。俺は全然違う話するで。最近おかんがヨガ始めたらしいんやん。なんかまあ一応ね、お仕事ももう辞めはったから、なんか年でね、で辞めはったから、だからちょっと体動かして健康管理もしようか思ってって言って、でまあ一応体がそんなに強い人じゃないからね、そう呼吸法やんヨガって。せやからまあヨガやってみようかなと思ってヨガ行ってんねん。あ、そうだ、何回ぐらい行ってんの今。4回ぐらい行ってん。え、そう、結構行ってんねんな。うん、せやねん、明日行ってくんねんって言われて、あ、ほんなら、あ、ほんならまた明日行ってきたら、そのポーズかなんか、なんかいろいろ教えてやって言うて、ふーんって言うて、ほんで次の日メール来てんやんか。本邦初公開ワイワイのおかん、ちょっとまあもちろん顔は隠してますけど、写真がございまして、先に言うとくと、左がヨガの先生、右がうちのおかんやと思ってね。どう？様になってるやろって言って送られてきた写真がこちらです。何一つ曲がってない。足も曲がってなければ、足の先も持ててないし、左手に関してはもうすごいやろ。これ何の服着てんねんって話やね、これ。何の服なんそれ。すごいわ。
我ながら尊敬したもんね。あ、息子にまで笑い取ろうとするんや思って、ね、いや全然笑い事じゃないんだよ、おかんからしたら。これはでもびっくりしたね。ぜひね、うちの おかんとねヨガする人がいたらね、よろしく言うといてください。うちのおかんね、うちのおかんは一応4人ぐらいで、あのヨガの、なんかうちの班は4人って言って、班っていうのは知らんけど4人だし、で若い人もいいのって、若い人もいるよって言ったんで、皆さんも若いでしょ、絶対50ぐらいの、あの人もいるらしいから、全然だから大丈夫だもんね、帰っていけると思うんで。うちのおかんは一番上で60ぐらいらしい、ね、うん、かなりこうなんていうかな、赤道直下みたいな幅のね、ずいぶん狭い幅ですけど、ぜひ皆さんもどうぞ。正直さ、この10匹の中で一番愛着湧いてへんの何、みんなもう俺はっきり言おうか、桜やねん。もう名前がだいぶ失敗にするから、だから桜じゃないし、じゃあ名前変えて、桜のユイズちゃう、多分ダイマックスした時にダイマックスダーテングって言ってたもん俺多分全部初めて、誰を何するにしても俺ちゃんと名前で呼んでたのに、初めて法則を乱したんや、あいつだけ。そうなったら善は急げやから、ちょっと申し訳ないけど、もう早速名前変えてもらうわ。いやもう俺ちゃんと変えてみようかな、一回ちゃんとした名前、これさくらのちょっと一回強さ見てみ、ちゃんとこの映像とか特徴とか全部そういうのを駆使して考えよう。 OK 変えるわ。うん、いやさくらごめん、全然あかんと思う、ほんまに。うん、いやもう考えるわ、考えるっていうか大丈夫大丈夫、もうイメージきてる、不健康やよし、これからこのポケモンは不健康だもういいわ、じゃごめん、もうそれがもう最大の山場やったもん、健康のもうまたレベル上げだけで動画終わってんじゃん、これ信じられへん。でもいい加減ちょっと違うとこでレベル上げしてもいいな、同じやつばっかりやってまうもんな。なんかレベル高いとこってどこなんやろな、逆に10番道路とか行ってみる。でもなんか10番道路氷なんやな、あこいつして雪はみやん、これかわいいねん、これなんかほらなんか親指と人差し指、足の俺足の親指と人差し指、ああいうの好きやねん、これあこれいいな、虫と氷か多分これどっちも効果抜群ってことは、これいいわ、レベル高いしなんか進化しそうやしね、すぐ取り引き、あアイスクリームや、ほら何味やろ、あれあー見えて実はサイダーやで、味俺そう呼んだ、どうだ答えはどうだ。もうバニリッチって言うてるからね、名前がまさかアイスの方が入らんと、もうバニーの方が入ってたもんね、ごめん。なんかでもさ、サプライズ企業がいてもいいと思うんだけど、まあ、せっかくレベル上げてんやったらそろそろもう終わりかなっていう、レベル上げも終了していいかなっていうところらへんじゃないですか。サプライズ起用っていうぐらいからな、だいぶサプライズじゃないとあかんと思うねんな。まあ一押しは人殺しやけどね、氷っていうのもないけどね、人殺しいいな、人殺し今第一候補やな、怖さかなだいぶサプライズやけどこれ。あそこまで考えるんやったらさ、ちょっとあれやってみてもいいかもしれへんな、今やんだやつどうしようかなと思ったら、マジカル通信にちょっとマジカルランダムしてみろ、じゃあいいだろう。じゃあこっちからは誰だ、そうかな、義理の母でもいいけどな、そうなんですにしようかな、そうなんです、ちょっと選ぶわ、そうなんですと交換するは一体誰かっていう、おう、あおるやおるや、お前俺と交換せえへんけ、あ交換したって、交換したら見せ見て、さあどうなるかな、うちのそうなんですがロズアットへ送ります、バイバイそうなんです。まああのこれでどうなるか分からへんけどね、バイバイ。一応何回かやれるんやったやろう思うから、ほらもうゴミ来たやろ、もう次や、もう次た、いただいた非面花をジェスへ送ります、今度バイバイジェス、バイバイ非面花、うわ嘘やん、ほんまに言うてます、わお、スコバニーが送られてきた、ほらスコバニーを可愛がってあげてねって。でもそのスコバニーをまた選ぶから俺、これをまた通信交換していくから、これっていうやつが出てくるまで、あこれ育てる俺っていうやつが出てくるまで、あできたって見てみよう、どうなるやら、あのヒバニーやなこれな、あ海王やって、海王に送ってて今度、ええやん、
ペン、はい、パンちゃんもいつもよくで、バイバイパンちゃん、よろしく。いつもじゃ、なんかようわからんボール入ってるわ、あいつ。うわ、何かわからん、もうゲットしてもうた。またほら、何やこれ髪の毛くらい切ってあげろよな。モノズってなんこれ。粗暴、粗暴ポケモン。とりあえずまず噛みついてみる美味しかったものは匂いをちゃんと覚えるってとりあえずまず噛みついてみるってやばない。いいやん、こいつちょっと俺置いとこうかな。これちょっと欲しいかもしれへん。やったら弱い、なんか他のやつちょっと。はい、いってらっしゃい、ゆきお。ゆきお、よろしくね。うわ、なにこれ、また知らんやつ来た。なんなんこれ、リオルやって。あ、これスマブラのやつじゃん。スマブラから逆輸入のやつや。波紋ポケモンや。あ、格闘か。一晩中走っていられる、スタミナを持つ、活発で散歩の相手は大変なんやて。まあ、持ってないやつやからね、まあ進化しそうやからええけど。いらん、田中さんでも送ろうかな。うわ、出た、ソラソーラーや。これほら、ソラソーラーちゃん。これ何それ、エリキテルやって、うん。まあ、ちょっとこれは彼にちょっとね、役不足、最後にね、さすがに最後にエリキテルってことはないでしょうから。うわー、スティーブもまたいらんもんくれた。もういらんもんといらんもんがもうなんかすごいことなってんねん。ジグザグーやってもねこれ名前おもろいな。海外のやつの名前おもろい。ジグザグーンジグザグーンを B へ送んねて。 B も海外の人かな、もしかしたら。8ってことみたいだけど、さあどんなポケモンかな。まあ何それ、あ、それあれちゃう、ヨーギラスちゃう、それヨーギラスやんな。ラビトなんかわからん、全くわからん。ヨーも入ってん、ヨーギラスのヨーも。地底奥深くで生まれる、周りの土を平らげると地上に現れ、さなぎになるんだよ。ねえ、一生動き回ることないよね、あいつ。っていうことやね。あっか、やっぱなかなかいいのは出てこうへんね。まあ、これこそもう運命としか言いようがないからな。絶対いらん。それな、ごめん、絶対にいらんわ、俺。エリック。なんで38枚育ったの、そんなことすんの。ダイマックスレベルもほら、高いし。ねえ、なんで38枚育ててそこで捨てるかな。もったいないよね、もったいないわ。もう申し訳ないけど、田中さんの枠はいっぱいやから、バイバイ田中さん、バイバイ、元気でね、向こうでもいや、ちゃうやん。だからそれ俺が送って田中さんもうたやつちゃうの。え、何、田中さんとヨーギラスはもう投下交換ってことになってんの。違う、交換、いや、もう回り回ってこうなってんねん。これやねん、みんな、これ人間のエゴやねん、これがな。いや、もうこれ、ま、回してて、もういらん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 って回してんねん、ポケモン。俺いらん、俺いらん、お前あれ行ってこいな。こ、俺はこれをあのみんなに訴えたくて今回これしてるから。どう思いますか、人間の底が見えない悪、どう思いますかっていう、これは俺は問題提起する。最悪俺が全部を俺が受け入れて、もうマジカル交換自体を破綻させたいもんもう全部俺が受け入れて、もう止めてしまう、俺で止めてしまう、全員分のマジカル交換を。な、イブイってやつやろ、それ死んだ時にイブイって言うね、ヤッハーって言うね、アンドレス。すごいな、自分の名前にダッシュついてるとか初めて見たかもしれない。このイブイもどうせあれやで、厳選に漏れたんや、ほんまはな。あの、いや、だからもう量産してんねん、こういっぱい作れ子供ってな。どう思う、お前お世話係のとこ行っていっぱい卵作ってこい言うてバー放り出して、子供バー産ませられて、もう嫌やのに、もう養ってもいけへんかもしれんね、バーって。もういらん、こんな子はいらん、あんな子はいらん。なんかこれやねん、これが人間やねん。やー怖い、エヴァエヴァって言ってる、こいつすごない、交換させられすぎて、もうもうもうさ、もうマジカル交換してるとかって言って動画で違うね、違うね、あのジム戦をやろうかなと思ったんですよ、私中途シティでね。でもちょっと尺が微妙やなと、中途半端だなっていうことでね、だから今回まあこうさせてもらってるだけであって、犬がパッて見つかったら、あ、こいつって、もう俺こいつ、まあ今のところ別に何でも噛みつかせてもええけどな。バイバイドラメシア、あ、裏メシアみたいなことなん、これなんかなちょっと待ってこいつや、これこいつもうこの一番手入れられへんデザインのやつ、これ何こいつ
ナクラっていうの、アリ地獄ポケモンやねんて。砂漠に作られた巣穴はすり鉢の形をしているので落ちてしまうと。たちだこいつや。完璧やん、これ今回の サプライズポケモン。これ今回のサプライズ、これは進化するでしょ。こいつがだからちょうど40ぐらいになる頃にはちょうどいいぐらいなんじゃない、みんなも。めっちゃ経験値もらうやん、なんかほら。もう早速進化するんちゃうかな。楽しみやね。あれだ、手みたいな、これクラブじゃないよな。手みたいななんか感じになってるけど、いやそれだけは勘弁してほしいわな、ゲルググ。それはもうゲルググも出てくるよ。連邦軍のゲルググが現れた。どう？燃え上がれ燃え上がれって言って。ああ、もう副部長もレベル上がりまくってきてるな。これはまずいな。今度は噛み砕くやねんて。何や、噛み砕いて、なんか砕いてみたい。特性が怪力バサミって言って持ってるねんな。これ怪しいな、おい。え、嘘やん、あれからカニになるのは信じられへんねんけど、もし俺あれからカニになったらちょっと信じられへんわ。ポケモンついに35か。まだ進化せえへんねんな。でもあ、来た、ついに来た。いや頼む、いやほんまにあのカニだけはやめて、それ以外やったら何でもええわ、頼む。さあどんな形になるかな、見たことないポケモンになるのか。うわ、まさかの虫。何それ。ちょっと待って、あれ虫やった、あれ虫かな、おかしいな。振動ポケモンやって。2枚の羽を高速で振動させて出す超音波は激しい頭痛を引き起こすねんて。しかもこれさ、このままいったらさ、こいつあれじゃん、目充血してしまうやつじゃん。これ目充血してるやつ俺なんか見たことあるぞ、ここら辺いいひんか、目充血してるやつ。いやそうなってくるとちょっと違うな、これ目充血するやつやろ、目充血やつはそんなになしかんねえな。はい、ビブラーバー交換、ダダダ、送れて、ダダダにとこ行ってらっしゃい、ビブラーバー。いやでもこの育てたやつを送ることによってなんかもう一緒や、始まりと一緒やもん。もう今ならダブルやったよな、ダブルの31とかやった俺全然。あの子走ってる、あの子走ってる、あの子捕まえたね俺、あの子捕まえろ俺。なあなあ、こんにちは、さっきすごいの見つけた、うんうんうん、キノコパックくれてんけど、あの子。あれ、あのすごいから大切に、うん、え、なになに、え、あの子喋りかけるたびに俺なんかもらえるキノコパック。待て待て、この野郎、絶対逃がさん、絶対お前だけは逃がさん。なあこんにちは、うん、マミタンうー、あいたこんにちは、あいたこんにちは、僕のマミタンです、これ皆さん見てください、これ僕のマミちゃん、こんにちは、おいたマミちゃん逃がさへんぞ、マミちゃん逃がさへんぞ。マミちゃんいい加減堪忍せえな、マミちゃん。あ、マミちゃん交換してくれたんじゃ、これもしかして、これ絶対マミちゃん交換してくれたんわ、交換してくれたん。マミちゃん交換みたいになってるやん、これ。いらんって、それいらんコンパーとモンスゴ捕まえたって、それ。ああマミタン消えた、ほらもうマミタンだいぶビッタもん今。これが激凛の湖の洗礼やからな、悪いけどほんま簡単に入ってくんな。激凛の湖には、はい、行ってらっしゃい、テルへ横寝て、はい、行ってらっしゃい。絶え間なく注ぐ愛、いらんってそんな。交換完了した方がいいけど、そんなこと、あ、ほらこれマミタンちゃん、お前マミタンちゃん、モンジュールやつ。捕まえたポケモンが何か持ってたんだ、君にあげるよ。うわめっちゃくれんねんけど、なんか俺、そこのマミタンもさ俺にちょうだいや、そこのマミタンも、違うそんなどうでもいいから。リボンこんにちは、マックスレイドバトル一緒にやってくれる人いないかな、ワイワイ通信から誰か参加してくれないかな。おっしゃ待てリボン、俺が言ったらお前のリボンに、ちゃうどうでもええって、そんなんもう、もう逃がせそいつ、今もう刻一刻争うね俺は、いらんほんでそんなもん、もう育て切った、もう待ってるよリボン、リボンどこや、リボン、なんか逃げられたリボンに、くそ今度は、あーあかん、マジカル低迷期入ったわ、戦後初のマジカル低迷期。何やねんその名前、何や知らんけど、だいぶコンフを極めてそうやな。あポニータや、ポニータは可愛いけどな、まあ育てるっていうのは難しいかな。ポニータ
南米の人好きそうやな、なんかな。ダダ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 ダ特別なスティックでリズムを刻むと草花を元気にするパワーが音波になって広がる。何言ってわからん。装飾語が多すぎんねん。元気になるのか、元気になる音波が広がってるわけであって元気にはな、なんか声も遅れたいのな、一緒にマジカル通信と一緒になんかこう可愛がってあげてねって言うてるやんか、いつも字で。音声まで遅れたらな、ブストバスとか出せないけど、パッて開いた瞬間ブストバース、ブーストバースジャパン。おおっと、びっくりしたよな、向こうも。もうベンチみたいになってん、背中が背中がベンチみたいになってるよ。ローテーブルによう合うわそれ。ほんでもうええわ、ほんでもうマジカン交換もうええ。さあ、では十分に尺稼げましたんでね、早速、ジムの方に行きたいと思いますね。まあレベル上げも一応終わらしてはいるんですけどね、まあ、50ではないですよ、もちろん50ではないですけれどもね。じゃあこの受付行けばいいんでしょうかね。ちょっとお待たせして申し訳ないね、ホップワイワイ様ですね。活躍は拝見しております。決まりですのでジムバッジを、ああぜひチェックしてください。お前と大舞台で戦う準備がバッチリ整ったな。うん、でもビートはダメだった。あ、そうなんや。あいつならなんとかしそう なのに。まあいいや、それよりもさ、ワイワイ控室に行こうぜ。うん、控室っていうかね、ジムチャレンジを突破したジムチャレンジャーたちによるセミファイナルと、そうそう、セミファイナルっていうか分からんのね。準備が整いましたらスタジアムのコートへどうぞ。なんかね、考え、あ、ちょっと待って、これじゃん、これちゃうか。トーナメント表見れへんの、これ見れへんのかな、見れませんの。こちら入れるのは関係者のみでございます。うん、関係者やん俺。え、違うの、俺関係者ですよ。えっていうか目一緒じゃない、なんか、あれ親子。え、違うのよ、セミファイナルっていうその文言もちょっとよくわからないでしょ。セミファイ、まあダンデと戦うのかどうかわかんないっていうのと、あとまあ、マリーさんがね入り口で言ってたんですけど、なんか4人で戦うみたいなこと言ってたんだよね。あ、多分俺とホップとマリーさんとあと誰かいんのよ。これがわからへんのよね。こうかな。まあ一応今何出してくるか分からんけど、相手が、しかも俺多分トーナメントってことは連続で戦うのかもしれないけど、セミファイナルって言われてる以上このカエルを出さなくてもまだいいんじゃないかっていう気もしてんだよね。うん、これでいいでしょう。初戦はとにかくこの感じでバランスよくちょっと一回、まあ、田中さんは基本的にオールラウンダーですから、最悪あかんかったら田中さん出すっていう感じなんですけど、まあここまでの5枠やね、この5枠でちょっと考えたいなと。あとね、一応道具は全員持たせてます。この道具は例えば不健康に関しては草の技が強くなる種とかね、田中さんに関してはノーマルの技が強くなるスカーフとかね、そういう相性に合ったやつ、それを持たせてますから。さあではいよいよですね、こっからおそらくもうねジムの戦いが始まると思いますから、いやー楽しみだ。こうしてレベル上げという名を借りたただの喋りたかっただけの時間を経て、ついにセミファイナルへと挑戦するワイワイ。おっさんオールスターズは無事決勝へと勝ち上がることができるのであろうか。頑張れワイワイ。今年も忘年会に呼ばれなかったぞ。おっさんの冒険はまだまだこれからである。